文武天皇は日本の第四十二代天皇。意味名縄、軽、軽。和風死後は二つあり、俗日本紀の707年に山と猫豊祖父天皇と俗日本百797年に送りなされた天皇新衆豊祖父天皇がある。漢風死後の文武天皇は、大海の三船の一括戦士により早く、天平昇法三年の開封層に見えている。 当時としては、異例の14歳の若さで即位。祖母、児童上皇のもとで政務を行っていた。後の陰性形式の始まりである、草壁美子の長男。母は、安倍王女。父、草壁は、皇太子のまま皇御子即位していないため、本来であれば、美子ではなく、王の故障が用いられるはずだが、祖母である、児童天皇の貢献もあってか、立大使以前から、 ミ子の扱いを受けていたと考えられる。父、草壁が、地頭天皇3年4月13日に隠れ去し、同10年7月10日にはおじにあたる高市ミ子も、講じたため、同11年2月16日立大使。文武天皇元年8月1日、祖母、地頭から上位されて、天皇の位につき、同月17日即位のミコと乗を占した。 当時十五歳という先例のない若さだったため、次党が初めて大乗天皇を少子高献役についた。このような若さで即位した理由を説明するために皇太子になった経緯をたどると、開封層によれば、次党天皇が皇位継承者である棺を決めようとした時に、軍臣たちがそれぞれ自分の意見を言い立てたために決着がつかなかった。その際に、クズの王が我が国では、 天意は小山子や孫がついできた。もし、兄弟に行位を譲ると、それが原因で乱が起こる。この点から考えると、行位継承予定者はおのずから定まるという趣旨の発言をしたとされ、ここでゆげみ子が何か発言をしようとしたが、クズの王がしりつけたため、そのまま口をつぐんでしまったとされる。児童天皇は、この一言が国を決めたと大変喜んだとされる。これには、児童天皇が、 慶美子を皇太子にしようとしていた際に、王皇初心の意見がまとまらなかったことがあるとされる。このような論争が起こったことには、天武、自刀領天皇がもともと自分たちの後継者を、草壁美子と定め、皇太子に立てたにもかかわらず、即位目前の689年に講じてしまったために、自刀天皇は、草壁美子の子である、慶美子に皇位を継承させようとした。そのために、 成長を待つまは自ら行為についた。ただ、天武天皇には、草壁王子以外にも母親の違う巫女が他にいた。彼らは、草壁巫女の隠れ、保護行為につくことを期待したものの、児童天皇の即位によって阻まれたが、児童天皇の次の行為は、新たなチャンスとなった。このことから考えると、天武天皇の巫女である、湯げ巫女は、 後位継承権を主張しようとしたと考えられる。これは、後位継承が、兄から弟へと行われるべきという考え方と、親から子、孫へと行われるべきという考え方があるためとされる。大法元年8月3日に、大法律令が完成し、翌年交付している。大法律令において、初めて日本の国号が定められたとされる。検討士の淡田正人に、 初めて説盗を与えて、党との国交正常化を目指して、日本の国号変更を通告するも、記録の不備あるいは政治的事情からか後の、旧、当女に、日本伝と和国伝が並立する遠因になったと見られている。それまで、散発的にしか記録されていない、言語制度の形が整うのも、この大法年間である。また混乱していた、簡易性を改め、 新たに簡易性を設けた。公式記録の俗日本記には、日や皇后を持った記録はない。皇后及び日は皇族出身であることが条件であり、即位直後の文武天皇元年8月20日に、夫人とした藤原夫人の娘、藤原美子が妻の中で一番上位であった。他に同日品となった石川通す娘と日、鎌戸娘がいる。皇后は、 皇族出身であることが常識であった当時の社会通念上から考えれば当初より後継者に内定していた段階で将来の皇后となるべき皇族出身の日を持たないことは考えられず何らかの原因で持つことができなかったかもしくは記録から漏れたと考えられるこのことについて梅原岳氏はその著書公選の王で文部の日は記憶所だったが よげみこと密通したことが原因で火の身分を廃されたという仮説を、万葉集の歌を根拠に展開している。起王女については、その記録すらがほとんど残っておらず、将来の皇后の不倫というフラチな事件により、公式記録から一切抹消されたというのがこの説の核心となっている。文武天皇、日野熊康、高岡神陵陵は、宮内庁により、 奈良県高市郡アスカ村大技栗原にある、日の熊安、甲鏡寮に事情されている。宮内庁上の形式は山形。遺跡名は、栗原塚穴古墳。ただし、八角墳であり横口式せっかくを持つアスカ村、平田の中、小山古墳を、真の文武天皇漁とする意見が有力である。また皇居では、高霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、 天皇の礼が祀られている。在位年と西暦との対象表、女帝と上位の古代史、水田三一秋文芸春秋平成15年、本間三は文武天皇の立太子の記事が、俗日本気にしかなく、本来、日本初期の自童天皇11年2月16日に、あるべき立太子が行われた記事が存在しないことから、祖母である。 自党天皇の主導で立大使の手続きが取ることなく、後継指名と上位を実施したとする、書集、本間、日本古代皇太子制度の研究 ISBN978 から4から639022947。吉田隆日本の誕生岩波書店1997年。河野下隆光は、日本とは何かで、大法令公式令小書式において、初めて、 日本国語が制定されたとしている。前の道子、国語に見る、日本の自己意識、言語文化総書、第5号、2006、遠藤緑、両世紀先制度の成立、日本歴史754号、開講、両世紀先の基礎的研究、日本古代の女帝と上位花輪処房2015年 ISBN978 から4から827312782、 なら、中尾山古墳、被葬者が、文武天皇と確定的に八角形墳と確認、全容明らかに。毎日新聞。2020年11月30日閲覧。ありがとうございます。